イバン・ラキティッチは、スイス・アール・ガウ州、ラインフェルデン出身のサッカー選手、リーガ・エスパニョーラ FC ・バルセロナ所属、クロアチア代表、ポジションはミッドフィールダー、父親は、クロアチア・ブロドポサビナ軍、シキレブチ出身であり、母親は、ボスニア系クロアチア人である。彼らは1990年代に、クロアチア紛争が勃発する前に、スイスに移住し、イバンは、スイス・アール・ガウ州、 ラインフェルデンに生まれた7歳の時に FC バーゼルの下部組織に入団し16歳の時に西欧のクラブから注目を集めた FC バーゼル編集2005年9月29日 UEFA カップの NK 白キブリーエグ戦でトップチームデビューし2006年4月15日のヌーシャテルザマックス戦でスイススーパーリーグ初出場を果たした2005から06シーズンは トップチームでこの2試合にしか出場しなかったが、2006から07シーズンには、レギュラーとしての地位を確立し、リーグ戦33試合に出場して11得点を上げた。同シーズンのリーグ若手最優秀選手に選ばれ、FC ザンクトガレン戦でのゴールが年間、最優秀ゴールに選ばれた。シャルケレイヨン編集2007年6月22日、ドイツブンデスリーガのシャルケレイヨンに移籍し、 ガラタサライ SK に移籍したブラジル人 MF リンコーンの代役を任された。7月21日の DFL リーガポカールカールスルー SC 戦でデビューし、8月5日の DFB ポカール1回戦 SV アイントラハとトリーア戦で移籍後初得点を挙げた。8月10日のリーグ開幕戦 VFB シュトットガルト戦では後半途中から出場し、 その7分後にリーグ初得点を決めて、前年度王者相手に2から2の引き分けに持ち込んでいる。9月15日、バイエルンミュンヘン戦では、チーム唯一の得点を挙げて、勝ち点獲得に貢献し、バイエルン戦の3日後のバレンシア CEF 戦で UEFA チャンピオンズリーグ初出場を果たすと、ホームでのチェルシー FC 戦などで活躍を見せ、グループリーグ2位で決勝トーナメントに進出した。 夜遊びして練習をすっぽかし、ローゼンボリビー系戦の招集メンバーから外れたが、決勝トーナメント1回戦の FC ポルト戦の勝利によるクラブ初のベスト8進出に貢献した。足首の怪我で準々決勝の FC、バルセロナ戦は2戦とも欠場せざるを得ず、約1ヶ月の間戦線離脱した。復帰後の VFL 防風戦では1得点にアシストの活躍を見せ、 2008から09シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ出場権を得られる。リーグ戦3位以内を確定させた。翌週のアイントラハとフランクフルト戦でも良好なコンディションを継続し、ムラデン・クルスタイッチの決勝点をアシストした。遺跡初年度の2007から08シーズンは、リーグ戦29試合に出場して3得点10、アシストを記録した。セビージャ FC。 編集2011年1月28日、遺跡金150万ユーロで、リーガーエスパニョーラのセビージャ FC と4年半の契約を交わした。2月6日のマラが CF 戦でデビュー、遺跡3試合目のエルクレス CF 戦で、リーガー初ゴールをマークした。以後もたびたびゴールを重ね、12試合後得点を記録した。2013から14シーズン開幕前に、キャプテンに任命された。 シーズン序盤チームは、会に低迷していたが、ラキティッチが、ボランチから、トップ下へとポジションを上げていこう。チームの会心劇が始まり、前進の UEFA カップ以来7シーズンぶり3度目となる、ヨーロッパリーグ制覇に貢献した。リーグ戦においても、34試合に出場して、自身最高となる12ゴールを記録した。FC バルセロナ、編集2014年6月16日。 FC バルセロナへ移籍することが発表された。背番号は、セスク・ファブレガスが着用していた4番。9月21日のレバンテ戦で、ミドルシュートを決め、移籍後初得点を記録。早い段階で、チームに馴染み、後半戦においては、書くことのできない主力へと定着。チームのリーグ優勝に貢献した。さらに UEFA チャンピオンズリーグ決勝では、先制点を決め、 クラブ通算5度目の欧州制覇にも貢献した。また、CL 決勝史上4番目に早いゴールとなった。2018から19シーズンは、主要メンバーとして、リーグの2連覇に貢献していたが、2019から20シーズンから大幅に出場機会が減少し、プレイイングタイムを求め本人も移籍を希望している。クロアチア代表でのラキティッチュマイナス17スイス代表。 U-19 スイス代表、U-21 スイス代表に選出されていたが、2007年に自らのルーツを持つクロアチア代表を選択することを発表し、同年9月のエストニア戦でクロアチア代表デビューを果たした。2008年にはクロアチア代表として UEFA ユーロ2008に出場。2014FIFA ワールドカップではメキシコ戦でアシストを決めたが、 試合に1から3で敗れ予選敗退となった。UEFA ユーロ2016では、チェコ戦でゴールを決めた。2018FIFA ワールドカップでは、決勝トーナメントのアルゼンチン戦でゴールを決め、ベスト8のデンマーク戦では、PK 戦で最後の PK を成功させ、準々決勝のロシア戦でも、最後の PK 戦で、PK を成功させ、ルカモドリッチと共に準優勝の原動力となった。 卓越したテクニック、多彩なパスによるゲームメイク能力、豊富な運動量を持つミッドフィルダー。セビージャ時代は絶対的な司令塔として君臨していたが、バルセロナでは献身的なプレーをするバイプレイヤーとして高いパフォーマンスを見せる。長い距離を単独で持ち運べるドリブルの推進力、30から40メートル先のスペースに鋭く差し込むロングスルーパスを得意とし、 守備時には、ボディーコンタクトの強さやピッチの幅広い範囲をカバー。できる運動量、走力を兼ね備えている。10歳年上の兄のディアン・ラキティッチも、サッカー選手であり、FC ブラックスターズ、バーゼルなどでプレーしている。父親もサッカー選手であった。フランス語とイタリア語は使う機会がなくほとんど忘れてしまったが、ドイツ語、クロアチア語、英語。 スペイン語の4カ国語を流暢に話すことができる。ドラゴンボールのファンであり、2015年11月30日には、試合中に撮影された神の坂だった、自身の写真とスーパーサイヤ人モードの孫悟空の画像を並べて、ツイッターに投稿し話題になった。翌月のフィーハクラブワールドカップ2015で来日した際には、日本人ファンから、自身のネームと背番号が入った。 孫悟空のフィギュアをプレゼントされ、インスタグラムに写真を投稿し喜びを語った。2019年5月7日、現在国際 A マッチ104試合15得点 FC、バーゼルセビージャ FCFC FC バルセロナ。ありがとうございます。